わらじ虫や木とは、ダンゴムシやわらじ虫、船虫な,などの陸生の甲殻類の分類名である。すべて炭酸カルシウムを含む硬い外骨格を備えており、大切は、頭部1節、胸部7節、腹部5節、胸部の7節に1体ずつ、計14本の足を持つ。陸上で生活するが、乾燥に弱いため、石や木材の下などの湿度の高い場所で見つかる。 植物性の腐敗物などを接触するデトリタス植生である。呼吸は原子の一部にある白体だという器官を通じて行う。捕食者に脅かされた場合、硬い外皮を外側にしてボール状に丸くなる種類もある。わらじ虫やアモクに属するダンゴムシなどの名前はこのような能力に由来する。丘ダンゴムシの革命アーマディリディアムビルガーも硬い。 外皮を外側にして、体を丸める一哺乳類のアルマジロに由来する。わらじ虫アモクはわらじ虫目の下に分類されており、3000種以上が知られている。ダンゴムシとわらじ虫の体長は10から15ミリメートル、フナムシの体長は30から40ミリメートル。イギリスでは、在来種と菊科種を合わせて37種が生息している。体長は3から30ミリメートルで、 以下の5種類が一般的。日本で見られるダンゴムシとワラジムシのうち、人家周辺に見られる普通種は外来種であるものが多い。日本では外来種を含め約140種が報告されており、現在その研究が進んでいるところである。以下の3種は全国に広く分布している。ワラジムシ亜モを含む袋エビウの種では、メスは繁殖期に胸部複足に行く または、保育脳と呼ばれる袋を作る。この育房は五体の膨らん用と、胸部覆面とで作られる空間で、体外である。メスは受精卵を育房に生み出し、小虫が孵化するまで、育房の中で保育する。小虫は、自力で育房から脱出し、これはまるでメスが小虫を産んでいるように見える。育房の中は体外であるため、卵体制とは言えないが、 小虫が直接生み出されるという点では、卵体制的であると言える。わらじ虫ア目に属する種では、育毛から生み出される、小虫の形は、不足が6体であることを除いてはすでに親とほぼ、同じで、親のミニチュアである。また、成長や成熟に伴う形態の変化は、全身的で小さく、この点では昆虫における無変態、不完全変態に類似している。なお、 飼育下では、共食いが見られ、親が子を捕食する、または逆に子が親を食べることもある。アメリカ合衆国ではこの虫のことを何と呼ぶのかを広く調査している。虫の呼び方によって、アメリカのどの地域の出身かがわかるほどだ。例えば、南部では、ローリーポリーズと呼ぶだろう。北東部と西部では、ピルバッグスと呼ぶ。これ以外の土地ではまた違う呼び名がある。 日本でもわらじ虫モクの標準和名以外の呼び名がいくつか知られている。ピクサーアニメーションスタジオのバグズライフではタックとロールと呼ばれる双子の曲芸師が主人公を助ける役を演じている。この2匹はディズニーが経営する遊園地であるディズニーカリフォルニアアドベンチャーでタックロール、S ドライブ、エンバギスという乗り物になった。わらじ虫や ダンゴムシの駆除は生息場所に毒餌を巻く方法が一般的である。ありがとうございます。